はい、えー。アドバンスへからですね、報告いただいたのでシェアしていきたいと思います。えー、私の不得意な分野の克服のためにやってきたことを改めて確認しています。まず、トーク術から、喋り続ける、20分間カメラを止めるなをすでに実践しておりましたと。当初、産業の分に沿って発表していましたが、これがその分に制約を受けて難しく感じられたので、一つのテーマに変更するとき気楽に話すことになりましたと。今までやっと、 今でやっと一般の人の、えー、のところにたどり着いたかなという感じで、これから発展していくのかと思います。商品については販売を発表してから数日で作成するようにしています。人数が集まらなかったら、えー、苦労に終わりますので、そのようにしています。すべて動画配布と動画質問回答で対処しています。簡単な動画作成ですが、今までの効果は出ています。 今の私には文字を打つということは考えることはできません。アカデミーの受講生は熱心に取り組んでくれています。今回は動きが手に取るようにわかります。あと2ヶ月うまくフォローするように努力します。 頑張りましょう。え今日一つの商品を販売告知しました。数日告知をして販売につなげていきます。昨日古いパソコンを使いデュアルモニターにしました。これによりパソコン環境が多くわかりまし、え、変わりました。何もせず相場環境を監視できます。いろいろな使用方法があると思いますが、あれば便利な環境の一つです。当然ながら YouTube には発信をしています。これが今の状況です。ということで、状況の報告いただきました。ありがとうございます。これ素晴らしいですね。ちゃんとやってますね。はい。もう素晴らしいとしか言いようはないです。ただ、この、 結果報告がすごく大事な理由っていうのは、正直これって何だろうな。 あの、うん、多くの人がね、まあ、これ結果報告して意味あんのみたいなね、思う方いらっしゃるかもしれないですけども、全然意味あるんですよ。なぜならば、多くの人が、これを自分でその成長をこうやってて、成長にフォーカスしてる時って成長段階なので、成長から、じゃあ、月収100万っていうのは得られるのか、段階ですよ。成長している過程の中で、いきなりその試合に勝てるのかっていうと、それは成長した後の話ですよね。 スキルがついた後、結果がついてくるわけなんだけども、まだ、えー、結果がついてこない成長段階の時って、その、フィードバックがないんですよ。うん。なんか、稼ぎ、稼げると思ってネットビジネス始めたけども、自分が頑張ってね、こう、成長してるんだけども、その成長に対して、あの、誰もその、フィードバックしてくれないので。 なんで、まあ、こういう結果報告していただくと、まあ、僕の方でいろいろとフィードバック、個別でさせていただいておりますので、まあ、ぜひね、こういう結果報告も全、全ガン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 、あの、いただけるといいと思います。必ず、うーんと、自分の成長結果につながります。でも、多くの人は、やっぱり、この成長するプロセスの過程の中で、やっぱ挫折していきますので、ドリアカのその、 なんだろうな、メリットを存分に活かしていただいて、まあ、いくらでも僕がね、フィードバックしますんで、ぜひ、報告の方、ガンガンしていただけると嬉しいかなと思います。ということで、今回は、報告のシェア終わりたいと思います。ありがとうございました。